長い時間をかけて作っていくものじゃないですか。大まかに、そのくらいそのくらいしてますよ。ただそれを聞いて、うん、なんかめっちゃ時間かかるやん、いいのって思いますね。まあどうちょっと長いよ、小松だったら5時間だって。いやいや、通りから始まって小松はないですか。じゃあ早速ね、やっていきましょう。はい、一つ目のお題がマッチョ。一番手、ノッキングマスタージローじゃ。立石が夢の中やってくるんじゃないかなっていう予想だよな。じゃんけんノッキング。じゃあ次4番手に来てもらえますか。もしかしてマンサムさんですか。何、今ハンサムっつった。マンサムだと。マンサム社長だ。誰、ちょっと存じ上げないです。こちらあのトリコに出てくる、はい、第一ビオトープかなんかの所長でございます。そうなんだ。この二人はトリコの中でもベスキュアなんですか。今日いい酒はないかの最近。え、まさかノッキングマスターシロ。なんでそこ行ったの。ね、合わせる気ないだろお前ら。こいつは合わせる気ない。マジでマジなこと言っていい。本当に第二候補マンサム社長で本当にそのハゲのカツラまで頼んでたの。あー、じゃあもう、ね、惜しかったの。ガチで惜しいよこれは。ちょうど2人だよなマンサムは。トリオチームか。トリオチームか。トリオチームか。でもめちゃめちゃ料理できそうなチームだったから。アスファルトより硬い、しかし君はまろやか、なんという濃厚さ。決まった。早いって。決まるの早い。うん、これもしかしてビリオンバードの卵なんじゃ。ビリオンバードの卵だ。こう混ぜるときに多分もう入れといた方がいいと思うんですよ。こんぐらい入れますんじゃない。で砂糖も、ああ入れすぎ、いや入れすぎだよ。入れすぎだよ小松。小松トリコさん、どう考えても入れすぎだろこれ。おりゃおー、よーし小松見ろ、ふわふわになりやがった。さあ小松、ふわふわに膨らんだメレンゲをどうするってんだ。このふわふわの状態だとマシュマロじゃないから茹でていくんだ。どっちなんだよ小松か。どっちか。お、重い、まるで金のような重さ。入れろ。いきます。おりゃ、おお、これなるんじゃない。香りの香り、香りめっちゃゆで卵かもしれない。完成したこちらを、はい、冷凍庫の方へ。あとは松だけ。あ、松。はい、トリコチームです。叫び声みたいなの聞こえた。それはコンビのね、いつもの、うん、いやコンビの言うのおめつー。あー、やっぱりトリコだ。ダメ、失礼だし。じゃあ、トリコチーム持ってきてください。はい、いいですか。じゃあ、行きましょう。トリコチーム、マジ負けたらお前、二度と呼ぶなよ。これが俺のフルコースだ。でねん、おー、あー、すごい。ダモなんだ。はい、はい、ガッツ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 。何このこれ、そんな折ある。どうですかメレンゲ。おいっ、そのウィーンって混ぜた時はさ、夢丸これ食える。結構卵の人だよね。結構これ苦手な人は苦手だと思う。ちょっと臭い。うわ、まずい。あそんな苦手なんだ。なんか俺も甘くじゃない。やべ、グルメ細胞たまらなかった。やばい。まだ食べてないものがあるでしょ。まさか、まだこの俺のグルメ細胞に適してる。また来たよ、ちょっと成長しちゃう。フルコースのスープが。はい、スープだって、まあ、濃厚豚骨スープって言ったやつがいるか。何それ。それ何その動き。あまりやってやる。フルコースにまさかマンケンちゃん。こっちはこっちは岡崎だからな。俺たちもそのうちただいましてやるぜ。おい、そのうちカメラが俺たちのグルメ細胞に終わるんだよ。そっちの動画はそっちで撮るのがいい。シーン撮りこなかった。フルコースのスープ。俺遠くから見てて、決まりだ。トシミツのグルメ細胞堪能したな。決まりだな。やはりか、遠目から見てね。そうそうそう、やはりマンプリアン濃厚豚骨醤油は芝居のグルメ細胞の適応してたから。バコバコバコ。赤は食べるでしょ。もしかしたらめちゃ僕は肉入れまくりたいな。おい、いいか。いや、サインで一緒に食べよう。俺はお前たちの食を分かち合いたいんだ。ありがとよ。一緒に食う。俺はずっと決めてたんだよ。ゼブラ、トリコ、サニー。サニーは、サニーがいつココ、ココ。ココはな、全部ココ。
トリコじゃん。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。しゃあ、おいおい、マジかよ。匂いだけで弾切れそうな、この、ああ、たまらねえ。その瞬間ゼブラの体が落ちる。あいつのグルメ最後、最後に手作りました。うまい、すごい、帰ってきたわ、うん、いや、マジで適合してるんだよ、これ。あ、マジしてる、本当に適合した。これ食え、食え、食え、ここ。あー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 、どんぞ、なんか嫌だな。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。いただきます、いただきます。美味しい、ま、うわっ、マジかっこよくないっすね、動かせて。いや、めちゃくちゃかっこいい。この先もこの遊びのね、あれを広げるっていうのもあるし、はい、うん、船を買うっていう新しい、ちょっと流れ、ね、流れない、そうね、船を買うがもしかして家を建てるより大変かもしれないから、ね、だって地球上7割海なのに我々3割のところに住んでてね、楽しいっていうのはアホなってなりますもん、確かに。車買ってる場合じゃないかもしれない。グルメ界にまだ行ってないのか。え、原点だよ。え、グルメ界ってことでしょ、海よ。そういうことです。この話の流れがトリコに、ね、なんだ、やばいんですけど、はい、注意、自転車降りて渡りましょう。こっちだ、傭兵っていうんだ、こいつ。一応取っとくか。こっちだ、傭兵の豆知識作れたらいいな。ん、なんだ、なんだお前、なんだ、誰だお前です。タバコを加えながら、しばゆう、わかんないの。芝居の方見てたらなんか全然スルーするからさ、押さないんだと思って。えんげ、あっ、あトリコだ。わからんわ。正解です。そうか、トリコが一番最初小松見て言ったセリフです。タバコ吸いながら、確かにこのアングルだったけどさ、さすがに葉巻でしょ、それは。これでつけてほしかったよね。大会チンサム探し、よいしょ。3時間私走ってもらって、3時間帰ってきてもらいます、はい、帰ってきて1台バスまとまって5人が後ろに乗りますよね、うん、じゃあ行きますからねって言って、うん、僕の小さなスポットこちらです、うん、うわっていうのを6回やりますんで、誰が一番のチンサムのスポットを見つけたっていう顔ね。え、じゃあチンサムのチンって何なんですか。おちんちんのチンです。あ、じゃあ女性の人はわからない。女性だからマンサムになっちゃうんで、マンサムって筋肉強調だ。フライパンチバーン。おー、やい、はい、なんだ、え、やくる、おい、おい、これはせっかくしゃがんだろ。セリフの秘密のデータを見つけた。なんだ、なんだ、このデータを見てみよう。はあ、なんだ、なんだ、お、秘密データね。トリコ、大冒険だ、大冒険だ、うめえ、この世の全てに感謝を込めていただきます。うめえ、ガラロジュエルミトン、トマツ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 、最後に適合した武器パンチ。ゼブラ調子に乗ってるな、適応してか、ベテオノイズ、ボイスミサイル、キッチンポン。ゾンゲ様、さすがっす。美しくない、フライガイス、どうも、ライムベアラーです。エレキバナナは食べたくないわよ。ハンニャパンダは強いわよ。メテオガーリックコッサー。暗殺成功。完全に、ね、トリコ、トリコネタでしたね。途中まではね、ちゃんと言ってる言葉とかあったんですけど、後半言ってなかったっすね。
漫画にもない。左のゴルガさんめっちゃ笑ってたしね。なんだと多分一番好きなんだろうね。なんかそのさ、雰囲気良くするね、この冗談みたいなのが割と岡山はずっと言い続けてるじゃん。まあ、雰囲気良くするためじゃなくて、もういつも通り冗談ずっと言い続けてるじゃん。で、なんかそれでね、周りの人もさ、まあ何やってんだこいつクスクスって思ってくれればちょっと雰囲気良くなるのに、この3人しかわかんないトリコの話をつけてそれは今日は怖いじゃん。いいじゃん、空前のトリコマイムなんだよ。なんかその邪魔してないじゃんか、そのあれを。3人しか笑ってないから、ね、この3連ね、ジェットフォーク3連で、音声さんの男の人だけはトリコ知ってるって、めっちゃトリコの話してるじゃないですか。あれはいいよね、しょうがないよ。全くわかんねえかな。分かんない。三年釘パンチっていう言葉だけ覚えた僕は。分からないに覚えてちゃった。なんで釘なんだろうっつって。そうですね、料理漫画なのに。トリコは面白い。トリコめちゃくちゃ面白い。なんかね、ネタ要素がいっぱいある。なんか心の底から楽しんでたんじゃ見えんかったの。めちゃくちゃ楽しんでたよ。いや、本当に楽しいから。心の底から？いや、心の底からでしょ。もう最後ちょっとなんかおおなるけど。そんなことあるっていうところが結構あるから、そこを楽しんでんじゃなくて、グルメカジノあたりが一番僕好きですね、トリコ。あー、ライブベアラン、ライブベアラン今んとこなんかあの、トリコンみたいななんかね、3人が共通してやるくだりとかはね、なさそうですけども、まあ、なんかそのキャラ映えが今んところそのトリコよりわかんない。トリコやっぱり一発目でガラガワリっていうさ、そうそうそう、あの、とんでもない捕獲レベル当時で何、5ぐらい5ですね。で、5だけど、成長しすぎて、これは30ぐらいあるみたいな。あと、レベルをさ、当たり前みたいなのよ。あんな強そうな、ガララワニ。だから、ガララワニも基準にしないと。夢が、なんかね、すごい、トリコの1話は。もう、指でシュボーって、葉巻に火につけて、指で、ブワーって、バシーシュボー。アーモンドキャベツね。あ？アーモンドキャベツ、やばで、船乗ったら、んこいつ体重絞ったなっつって、は船長がね、うん、なんで30キロうんこ出たのか、そういう、はうんこバカ重いね。釣り上げる釣り竿が、なんだろう、なんか鉄パイプね、鉄パイプじゃないの、鉄にワイヤーみたいな、鉄の、もう、ちょっと表面で言えば鉄骨みたいな棒にとんでもないワイヤー巻いて、あのとんでもない大きさの魚を釣る。今同じ話してる。で、ザリガニフィッシュみたいな魚こうやって釣って、わーって言ったら、あの七ワシみたいなのが来て、バシッて掴んで、もっと強い捕獲レベルのやつがね、ガーッて掴んできて、トリコそうやってほらってやっちゃう、一石二鳥やみたいな。やっぱトリコは最終回終わってるから、まあ最終回の話もちょっとだけしていいと思うけど、1話で釣った魚最終回出てくるんだよね。すげえ。最初のトリコさんと釣った魚みたいな。あ、回収する。めっちゃ熱いんだよ。最終回めっちゃ熱い。最終回なんかすんごい戦いかけてくんだよね。ね。うわー、あったなーみたいな。ほんと読みながら、うわー、あったこんなことって一緒に旅してきたみたいな。サブリナ。え、いや、それ問題に出す？カラビナーって。いや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 。そこしかしら。